はい、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、現在オータムツアー、こちらチョロプーカップがリーグ対象となっておりまして、僕自身も、3コースそれぞれ攻略動画を出させていただいて、もう間もなく動画投稿日からするともうあと数時間、2時間かなで、現在のリーグ戦も終了というタイミングではありますけども、今回はメイプルツリーハウスのリベンジ会、こちらをねやっていこうと思っております。皆さんサムネ等でもご覧いただいた通りですね、リーグ内の順位が非常に良くない、現在9位というところもそうですけども、3位以内っていうところに向けては、6000点ほど点数を伸ばさないといけないという現状で、なかなか厳しいんですけども、今回はそこにですね、まあサムネ等を見ていただいても分かるように活路をなんとか見出しておりますので、頑張ってやっていきたいというふうに思っております。よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあ、では早速やっていきましょう。メイプルツリーハウスリベンジ会ということで、現状の点数が 34,985 点、まあおよそ 35,000 点ということですから、4万 1,000 点はいかないと勝負にならないよというところで、4万点超えるとかなり超高得点だと思うんですけども、今回はその活路をどう見出そうかという話をねしていこうと思います。やっぱり4万点台を乗せるためにはですね、どうしてもコインボックスキャラが必要だよというところで、今回はですね、はい、こちら、前回の動画でもお話しましたが、キングテレサーゴールドバージョンがですね、レベル6まで持っていくと、メイプルツリーハウスが最適性になるよというのがね、実はまあ、隠し技になるんですかね。ということで、今回ね、それを目標に、レベルアップチケットを貯めようというのがね、今週の初めから目標だったんですけど、なんとか貯めることができたので、強化していきたいと思います。ただ、皆さんコメントね、すいません、いつも返せてなくて申し訳ないんですけど、ちゃんと見ておりますので、いつも本当にありがとうございます。これもコメントでね、キングテレサが最適性に昇格するよって教えていただけたので、なんとか僕は気づけたんですが、まあね、2段目にポンと置いてあるだけではなかなか気づけないですよね、皆さん。まあ、その辺が YouTube に投稿する人がなんとか気づいて皆さんにね教えて差し上げる立場だなとは思うんですけどもね。さて、ですが、この、この辺が難しいのがですね、どうやってじゃあ準適性でですね、実は最適性になるんだよ、強化したらっていうのを表示するかっていうのは今後の課題の一つだと僕は思うんですが、これね、現状どこにも表示されてないじゃないですか。で、これが皆さんご存知だと思うんですけど、ちょっと待ってね。レベルを上げていきましょう。5にするとですね、実は表示されるんですよ。はい。いきましょう。そのね、対象となるレベルまで、あと1ってなると、ここに表示されるようになるわけですよ。だから、キングテレサゴールドが、レベル5の人はですね、気づけるんですよ。あと1上げたら最適性なんだってね。で、それ以外の人が準適性のところをしらみつぶしに見ていて、おこいつレベル3にしたら、もしくはレベル6にしたら最適性になるじゃんってね、やっぱなかなか気づけないと思うんですよね。だからこのシステムね、なんとかした方がいいんじゃないかなと個人的には思ってますけども、まあ、今回無事ね、僕自身はこちらをレベル6まで、上げてね、走っていこうというふうに思っているわけです。はい、じゃんじゃんいきましょう。はい、レベル6になって、はい、メイプルツリーハウス書いてありますね。レインボーロード X もいいよということになりました。さあ、そして今回ポイント解放も1段階進んでるんですけど、2段階目までやっちゃおうと思います。頼むぞ。よーし、これもだいぶ変わりますからね、やっぱりね。はい、強化したいと思います。はい、ではね、ちょい残ししておりますけども、これでね、第2段階終了ということになりましたので、このキングテレサでね、4万点台以上を叩き出していきたいというふうに思っております。サンタクッパー使ってるやつに負けねえからな。こっちは苦労して強化して、レベル6にしてるんだから。現状サンタクッパだけ持ってないんでね、サンタクッパ持ってる人を目の敵にする気持ちが若干ありますけどね、今年のクリスマス頼むサンタクッパっていう感じですけどね、それまでルビーを貯めておきましょう、皆さん。さあ、これ使っていきましょう。で、マシンの方もですね、マシンの方はね、なぜか有名なのかわかんないですけど、こちら、準適性に置いてある番頭。番頭もレベル6にすると、今回メイプルツリーハウスがレベル6、最適性になるということでね、ねえ、今回そういう隠し要素が2つもね、キャラもマシーンも2つもあるということで大変なんですけども、
さあ、メイプルツリーハウスというコースの特性的にですね、実はこちらのネコクラシカルを前回は、使わせていただきました。ミニターボ系の方がいいんですよね。ですが今回はねちょっといろんな事情も含めてこの DK マキシマムをレベル6にさせてください。なんと、今回のオータムツアー第1周ですね、チョロプーカップで2つのコースで最適性来ていて、後半戦でも1つ最適性が来ているということで、すごく用途があるので、今回はこちらの DK マキシマムも一気にレベル6にして使っていきたいと思います。もったいないかな？いや、そんなことはないということで、使っていきたいと思います。いいね、ポイント解放はごめんなさい、この2段階で精一杯でございます。さあ最後ですね、まあグライダーもいろいろあるにはあるんですが、一番レベル7になっているこちらのバサバサカイト、ポイント解放は2段階で置いておこう、これに関しては。ということで、かなり見栄えが変わったと思います。最初がこんな感じでしたからね、ドン。はい、だいぶ見栄え変わったと思いますので、まずは4万点目指して頑張っていきたいと思います。いきましょう。話がなくなっちゃってごめんなさいね。はい、4レース目いきましょう。よし、とりあえず最高点は出た。4レース目かな。5レース目、4レース目、やばい、覚えてないな。4レース目にしとこう。いやー、最高点を出すところまでは簡単にやっぱり行きましたね。最初のコインボックスフィーバー、あのグライダーの時に出ちゃうとちょっともったいない気はしますけども、さすがの点数を出すことができました。アクション数等々はね、やっぱ前回最高点を出した時の方がまだまだ、高いアクション数だったと思いますので、もっと点数出せるように頑張ります。順位も少し上がると思うんでね、せっかくなのでお見せしていきましょう。いいぞ、10万点に乗った。まずでもこれ見た感じいけそうだよね。まだ点数出せるもん、やっぱり感覚として。よし、欲張って3位と言わずもっと上の順位を狙おう。はい、7レース目いきましょう。
よーし、このコインフィーバーはでかいかも。コインボックス全く関係ないけどでかいかも。アイテムチケットは微妙。さあどうだ、こっから。何にもなし。さあ最後、よっしゃ、最よっ、いったろ、やったー、目標まず達成。はい、7レース目行ってくれましたね。よし、あー、まずは目標達成。いやー、5桁目が4っていうのがもうめちゃめちゃ嬉しいね。まだ行くでしょう、まだ行けると思うので自分は。はい、でも順位は上がりますね。4位かな、4位なんですよね。もうちょいですね。うー、でもなんとか上げてきた。ちまちまやってるけど、見てくれてありがとうございます。頑張ります。いやー、2位になってる、バカ野郎。ちょっと今のやばい。はい、15レース目いきましょう。これはやばいこと起こってるの。ちょっと待って待って待って、ごめんね、本当に言い訳させて、本当に言い訳させて、本当に言い訳させて、みんな本当にごめん、本当に申し訳ない、本当にごめん、あー、本当ごめんなさい。初めて見ましたね、コインボックスフィーバー3回。最初やめようとしてたでしょ。まず最初のかぼちゃを当てれなくて、ちょっとね、ほんと申し訳ないですけど、この15レース目休憩明けで休憩明けで一回ちょっと感覚戻すために一回やろうぐらいに思ってて、もう本当に後半焦った。でもミニターボ指がまだ馴染んでないからうまく出せないし、あんなね
特別な運な時、運がある時にアクション数211、順位も出せなくてうまくコンボもつなげられなくていいとこ見せられなくて本当に情けない、本当に申し訳ない。その代わり粘るから。はい、16レース目いきましょう。イラついてきた。おなじみのいつものおなじみのイラつきが来て、イラつきがやっば今のなんであそこでコンボ出せなかったんや。ちくしょう、2位だし。すいません、もう本当に申し訳ない。いやー、フルコン出せてないだけでも相当痛いもんね。うわー、はらんだ、危な。最高記録出せたけど不満だらけや。はい、屈辱の15レース目から続けて16レース目、点数2500点ほど伸ばすことができました。コインボックスフィーバー2回、すごいっすね。さすがにアクション数189、さっきよりも20も少ないさっきよりも20も少ないけど 43,327 点、まだ出せるな。でも今のも相当運はね、良かったと思うので、この流れでいきたいですね。2位までいったかな。よし、惜しかったですね。2位までいきましたね。うん、もう一粘りですね。はい、20レース目いきましょう。ということでね、これで最後にしたいと思います。まあ見ていただいても分かるようにね、もうすでにね、やっぱ15レース目の時点で集中力切れてたわ、今考えると。ね。まあだから、やっぱりコインボックス3回引いてもいいレースができないし、っていうことですよね。でもこういうの鬱陶しいし。ね。いや、結局あれがあるからマリオカートなんじゃんって言うじゃないですか。違うのよ。僕にとっては違うのよ。ハプニングなんか一切起こらなくていいから、うまく走りたい。もう、久々のイラつき方だな。なんかもったいないことしてしまって、自分に対するね、ちょっと情けないなという思いがありますけども、あそこもね、途中まで落ち葉2つ拾えたんですけど、拾えなくなっちゃってね、なんか、走りが、ちょっと大雑把になってきたというかね。そういう毛があるので終わろうかなというふうに思います。ここもうまくジャンプできれば3つ見てたね。冷静に行こう。あー、今の逃してるもんね。出しちゃった。こういうのよ、こういうの集中力のなさね。指が勝手にこうアイテム発動するというね、まあいうことが起こり出すんですよ。集中力がなくなってくるとね、今のカボチャも逃すと、ここのコンボが続きません。すいません。もう今のも最悪だね。バナナが前に飛んで、落ち葉を勝手に壊す。いや、もう皆さんね、あと2時間で、リーグも終わりだと思いますので、ね、もしくはこの動画を夕方以降に見てくださってる方はですね、気晴らしに見ていただければ嬉しいなと思うんですが、い
やー個人的にはね、まあ最後なんとか踏ん張れて、まあ、個人的な記録から言うと、8000点ほど伸ばしたので、8000で9000点ぐらいかな。これでさっきまでの記録ぐらいなのでね。はい、ということでトップ画面に戻ってまいりました。メイプルツリーハウス 43,327 点、ちょっと疲れました、ごめんなさい。45,000点目指そうとか思ったんですけども、ちょっといろんな意味でね、すごく重要なレースを逃してしまったりした、ちょっと気落ちで完全に集中力が切れました。リーグ内の順位なんとか2位というところで、1位の方とか見ると45,000越してるもんね。フルカスタムではあるけども、このコースね、それを考えるとやっぱ自分はちょっとまだまだだなと思ってしまいますけども、まあ4万点超えでなんとか形にはできたかなと。そしてリーグ残留圏内に残れただけいいかなという形にぜひさせてください。ということでね、明日以降は、またヘイホーカップ、次のリーグ対象ですね、下見動画、そしてそれぞれの、コースの攻略動画出させていただきたいと思いますので、楽しみにしていてください。ということでね、今日の動画の内容、そして次回以降の期待も含めて、高評価、チャンネル登録、そしてコメント等でのやり取り楽しみにしておりますので、ぜひよろしくお願いします。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。